どうも、IS120% 男、ブス島です。同級生実況プレイやっていきたいかと思います。はい、ということで、胸クソ悪いっすけど、ケンジのところからですね、今回。8月25日という形になります。あともうちょっと夏休み終わりっすね。しかし、こいつ、おい、舞ちゃんとデートしたぜ。お前、余裕かましてんのも今のうちだ、この野郎。この真夏なのに、こんな、なんかウォーリーを探せみたいなマフラーしやがって、こいついけすかねえな、やっぱり。まあいいや。ふっ、ブス島か。ケンジ、入水自殺か。いいね、言ったれ、もっと。なんてこと言うんだ。僕はな、なんだよ。友達はいないけど、お金はあるんだぞ。ダメじゃん、こいつ。頭悪い。てんてんてん。ケンジ、ちっとも自慢になってないぜ。しかもお前の金じゃないしな。なんだよ、俺、用ねえんだよ。とりあえず殴るか。ブス島に殴られるようなことはしたか。いや、存在自体って感じかな。した。目の前にいることだよ。主人公。やっぱお前とは気合いそうだ、俺と。まあ、とりあえず話してやっか。その暑苦しい顔をプールにつければ多少はマシになると思うが、プールの水が腐ると水泳部に迷惑かかるからな。こいつ。はは、面白いこと言うな。僕のことを相手にしてないだろ。してないよ。もう一回殴るか。ケンジ、思想が出てるぜ。あ、見ただけか、俺。やめろ。僕は占いに弱いんだ。あ、そうなんだ。え、可愛らしいところあるけど、もっと言ってやりたいけど、殴る、とりあえず。うん。目の前にいることだ。ブス島、前に変なことはしてないだろうな。いや、してないよ、何も。うん。変なことはしてないぜ。いいことはしてるけど、その通りだ。ブス島の常識では、変なこともいいことだからな。常識では考えられない発言。コンストラクション、ブス島。まあね、そんな感じですけど、これね、奇跡体験アンビリーバーボのパクリスからはっきり言ってね、言ってるのは。もう、堂々と言っちゃいます、これはね。うん。できれば、自分の部屋から一歩も出ない欲しいでものだが。いや、うるせえな、こいつ。そりゃ俺のセリフだぜ。まあね、ブス島。いや、もう、お前と話しててもいいことねえから、どっか行くわ。うん、じゃあな、プールに沈めんぞ。うん。ブス島なんか、これでに埋まってればいいんだ。こいつ、ブラジリアンキックだな、こいつ。勝手に言ってろや。こいつ、ほんと腹立つな。お、美穂ちゃん。お、なんだ、美穂ちゃん、やっと会えたよ。ブス島くん、もう学校に来てたの？美穂ちゃんこそ、ここで何をしてるの？あのね、私は、ぽ、なんか、青春って感じだな。てんてんてん。あ、派手なか。ここでね、ブス島くんのことを考えてるの。おー、そうかい、そうかい。なんて可愛いんだ。キャッ、言っちゃった。恥ずかしい。いや、何この青春。リアルには、ブス島にはないようなもんですね、これはね。いや、ダメだ。手紙をもらって以来、彼女をまともに話すことができない。おい、なんで人が気分よく青春を謳歌してるのに、またろう、なんだよ。ブス島くん、誰が手紙をもらったんだ。うっせえ、黙れよ、お前。うわぁ、教えてくれた前。誰から手紙をもらったんだ。うっせえな。マトロには関係ないことだろう。てんてんてん。ふん、まあいい。君のことだ。そのうちわかるだろう。なんだ、こいつ。なんだよ、マトロのやつ。美穂ちゃんと俺の話を聞いていたんじゃないだろうな。あれか。マトロか、もしかして。美穂ちゃんのこと考えてんだろう、どうせ、こいつ。違かったっけ？なんかそんな気もしてきた。まあ、とりあえず、マトロはあったら殴ろう、今度ね。他の場所行こう。なんだよ、またケンジかよ。ブス島がちょうどよかった。なんだよ。ケンジかよ。ブス島くんに聞きたいことがあるんだ。なんだったら聞いてやってもいいぞ。なんだよ、こいつ。本当に。いいよ、別に聞かなくて。じゃあな。ちょっと待て。前のことなんだ。なんだよ。舞ちゃんのこと？ああ、舞ちゃんが家から出してもらえないんだ。あら。愚問だったな。前のことをブス島に聞いても僕より知ってるわけがないか。いや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 、こいつ、まあな、そういうことか。とりあえず殴るか。こんなやつを殴ったら俺の手が汚れる。失礼なことを言うやつだ。僕の家にはエステがあるんだぞ。いやー、エステよりヘルスの方がいいわ、俺。まあいいや、知らないと思うが一応聞いてやる。だから聞かなくていいってば。ブス島、前が家から出してもらえない理由を知ってるか。あー、どうしようかな。これ言ってやろうかな。知っている。知らない。俺悪くねえし。知らないよ、そんなことは。冷たいやつだな。前は家に閉じ込められてるんだぜ。だから
なんだよもう鬱陶しいな。前は何をしたんだろうか。あはエッチなことでもしたんじゃないか。怒るぜ前が怒られるようなことをするとは思えないんだが、うーん一緒になってるバーガー、うん、じゃあなじゃあなじゃあな源氏、その顔を新学期まで何とかしとけよ。ふっ、ブス島こそその暑苦しい顔は秋に似合わないぜ。取り替えることだな、こいつ。おお、香織さん。あ、香織さん。あら、ブス島くん、この近所住んでるの。あ、そっか、家知らねえのか。前に言わなかった、言ったよな。でも聞いたかしら。てんてんてん、まあいいや。で、俺に何の用なの。何の用って偶然会っただけじゃなかった。あ、そうか、うち寄ってく。そこだから、うち寄ってくわ。うん、紫色の髪ってカラス寄ってこないそうなの、知らなかったわ。何の根拠もないけどなんとなくそう思っただけあー、まあまあまあ、話だ話な。ブス島くん、私の体を覚えてる。はい、バッチリ覚えてます。はい、いきなり過激なこと言うな。忘れちゃダメよ、年上の女の人がブス島くんには似合ってるわよまあブス島もね、実際には年上の女性がね、え昔から似合うみたいなことは言われますけど、この年になると、年上の女性になるとね、もうまあこれ以上言わないですけどもうね、自分の年齢を中心に考えて、お姉さんがもう今じゃお姉さんじゃねえからなもうなまあいいや、もう香織さん、したいしたい、どこにだからしたいだよ。したいか、青春を感じさせる言葉ねなかなかやるな。ブス島くんていいよ、いいわよ、すごくいいと思ってる。いい人って言われるのは好きじゃないな。そのいいじゃないわよ、とにかく褒めてるの。まあいい人で終わるとろくな美味しい思いできねえからな、うん、なんだか離れられなくなりそうな予感がするわ。へっ、おー、ブス島くんのことは忘れられないかもね。あらら、これ完全にもういいな、これとりあえず他の場所行こうブス島くん、またね。さてと、ここら辺で〇でもするかな。来年4月になってまだ私のこと好きだったら、その時はたっぷり楽しませてあげる、最高もう価値観じゃねえかこれ。おう、ちょっともう一回入ってやる、2回目の法則だ。さてと、部屋に戻る。あ、いつも違う、ブス島くん、男の子だよ。なんだよ、また廊下よ。なんかそんな気はした。この辺殴れなかったら殴っとこう。一つ聞きたいことがあるんだが。なんだよ、まあしょうがない、断ってやろう。お断りだね、どうせろくなことじゃないんだ。いや、どうしても聞きたいんだ、ずいって聞いてもらうぞ、ずいってまたろ、ちょっと面白いな。なんだよ、やけに迫力があるじゃねえか、うん、早く言えよ、またろ。てんてんてん、おい、ブス島くん、我が休養を思い出したみたいだ。僕はこれで失敬する。こいつ死ね、うん、なんだよ、またろのやつ、本当に休養を思い出したのか。こいつ本当腹立つな。他の場所行こう。あら、レイコさん久しぶりじゃないですか。ブス島さん、おお、偶数回も悪くないね。うん、こんにちはと。はい、私、はいはい、どうしました。いえ、何でもありません。初々しいというか人妻だね。何か言いたそうだったよな。おおお、なんだよこのパンチ、綺麗な人だな、君の知る合いかい。こいつ殴ろうぜ、とりあえず。うわっと、ひろみちゃんよりいいと思ってるな。こいつ、うるさいな。あっち行け。なんだよ、僕は友達がいないんだぞ。これパワーワードだな。これ面白いな。変なことを自慢するな。しっしっと。泣くぞ。しっ。わかったよ。行けばいいんだろう。こいつ面白いな。ち、なんて日だよ、まったく。感は鋭いんですからね。いや、これね。恐ろしいよね、女の勘ってマジで。同級生、おお、夏子さん、おお、よし、2回目あった。おお、オッケーオッケーオッケー、デートの約束できるかな、これ。ブス島くん、こんにちはということで。こんにちはじゃないぜ、へっへっへっへ。な、何、忘れてもらっちゃ困るぜ。その通りだ、今度会った時デートの約束をする、約束を約束する、チレハラだこれ俺や。あはははは、だからね、とにかくデートをするんだよ、ちゃんと覚えてるわよ、ブス島くん、ということで。マジか、とりあえず桃か。うん、世の中からおっぱいがなくなったら世の半分の男性は自殺するだろう。いや、同じですね。あ、同じですねまさしくこれは夢と希望が詰まってるからね、ここにはね。うん、
さあ話をしていこう。夏子さん、次の機会に日を決めようって言ったぜ。さあさあさあ、分かってるわよ。課題の方もスケジュールが見えたし、そうね、27日はどう？27日ね。いいぜ、俺はいつでも。じゃ27日にデートしましょう。よし頑張るぞ。宇島くん、デートするのに何を頑張るよ。いろいろ買い物があるからな。和也くんから聞いてるわよ。宇島くんにデートの行き先を任せたらきっと危ないことになりそう。なんだよ。おい和也、余計なこと言ってねえよな。夏子さん、デートの場所は？おお、いいね。もうこれしかないだろう。これしか。ああ。これバグじゃねえからな。バグじゃねえぞ。これどこ行くか迷っちゃうね、これね。まあ、ブス島的には、まあ、俺の考えこれトレースしてねえから大丈夫か？ラブホテルにしよう。ほーら、やっぱりそうなるでしょ。いや、それしか考えてねえもん、俺。ブス島くん、デートの行き先は私が決めてあげる。なんだよ、俺に対する俺だったら、俺が決めてもいいじゃないかよ。ブス島くんとデートするのやめようかしら。あ、それはちょっと勘弁。任せます、夏子さんに。いや、この切り返しなんかブス島そっくりね、これね。ちょっと夏子さん、どこに行きたいの？そうね、健康的な場所がいいわ。ラブホテルじゃん。不健康な場所だったらたくさん知ってるんだけどな。せっかくの夏だからプールなんて。あ、そうよ、一番最初プールに行ってみたいなこと言ってたな。うん、まあ女の子とね、プールはいいね。うん、プール、うん、プールでいいよ。うん、プールか。うんうん、健康的だ。プールってことは少なくとも夏子さんの水着が見れるぜ。悪いな和也。へへへ、プールいいね、大賛成だ。いいじゃないの、この健康美女とね。27日プールか。そうだ、どこで待ち合わせしようか。早く行きたいから、矢吹町駅前に10時でどう？ OKOK、 メモ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 。27日10時。とは、いや、オッケーオッケーオッケー。ブス島くん、深夜にプールはやってないわよ、もう。はは、分かってる。27日の午前10時に矢吹町前で待ち合わせだな。オッケーオッケー、遅刻しないで。私待つの苦手な。もう待たせませんよ、私は。うん、俺だって苦手だよ。誰だって苦手だよ。か、とりあえずもう一回見とか。あー、同じが。よしよしよし、デート確約できたぜ、これで。27日プールか。そうだ、あー、同じか。うん、じゃあとりあえず、まあデートの約束ができたってことで、じゃあな。もうこれはこれはもうラッキーでございました。もうオッケーオッケー、他の場所行こう。27日午前10時間違いないね。オッケーオッケー、楽しみね。私も泳ぐのは今年初めてなのよ。夏が終わらないうち1回ぐらい行かないとな。27日楽しみにしてるわね。これ楽しいぞ、これ。おい、オッケーオッケー。お、美穂ちゃん。あ、別島くん、頼むから俺から逃げないでくれよ。だってまだ心の準備ができてないの。俺はできてるんだよ。ああ、冬彦になっちゃって。ブス島くんも手紙で返事をして。うわ、めんどくせえ。めんどくせえ。おいおい、俺は年賀状も書かないようなやつだぜ。手紙なんてごめんだよ。うわ、めんどくせえ本当に。なんだ、またかよ。あ、やっぱりまたろう。そうじゃん、これこいつストーカーじゃねえかよ、ブス島くん。うわ、ここで何をしてるのだ。な、何言って、見ての通りだよ。立ってるのか。そうだ、俺は立ってるんだ。一人でか。二人に見えるか。メガネ変えた方がいいぞ、ブス島くん。じゃあもうして悪かったな、こいつ。美穂ちゃんは行ってしまうし、マートローは会っちゃうし、まった、まいったわ、これ、本当に。なんだよ、俺の顔見るなり、ため息なんかついちゃって。だってよ、うまくいかないんだ、夏子さんと。まあ、まあ、悪いな、同級生。お、自宅前に戻ってきたら、くるみちゃん。あららら、何ぎょ、くるみちゃん。おっと、こんな時間に何してるの。おい、泣いてるじゃないか、様子が変だぞ。おー、ちょっと待て、ちょっとどうしたくるみちゃん、どうしたの。おー、何も言わない、変だぜ。とりあえずちょっと冗談でも触ろうとか言えないな、これ。ちょっとどうしたんだよ、くるみちゃんってば。てん、何かあったのか。和也くんが。和也が何。私とはもう付き合えないって。ああ言ったんだ、ついに。あららららら、私見ちゃったの、和也くんとね、ブティックのお姉さんが一緒に歩いてるの。おっと、そうか。ブス島くん、驚かないの。驚いた。
驚いた。私も心臓が止まるかと思った。この嘘はバレるだろう。大丈夫なんだこれ。ちょっと待てよ。二人の姿を見たと、私和也くんの家の前でずっと待ってたの。和也と話をすることができたのか。うん、でも話さなければよかった。うん、和也くんがね、私は子供だから物足りないって。まあ正直原因くるみちゃんが結構悪いところあるからな。俺的にはね、うん、私は何もさせてくれないからもう付き合いたくないって。まあわからんでもない。そりゃひどい。でもそれは言っちゃいけない、そう思ってても。うん、ちょっとどうしてこうなるの。私が悪いことしたの、それとも他の誰かがいけないの。まああなたも悪い部分はあるけど、それをざっと言ってしまう和也もダメだな。うん、そりゃ和也が悪いな。あー、これはこれは俺が悪いにしとこう。なんだかよくわからないけど、俺が悪いんだ。どうして仏島さんが悪いの。和也よりも先にその女性と知り合っていれば、きっとこんなことにはならなかったはずだ。それってちょっと違うと思う。そう思うんだけど、きっと私が悪いのは、あえてそれは言わなかったんだがな。和也くんが言う通り、何もさせなかった私が悪いの。まあほとんど原因それだからな今回。私が和也くんに全てをあげてれば、こんなことにはならなかったのかもしれない。まあ難しいところではあるな。うん、ちょっと和也くん、あの女性とエッチなことをしてるのかな。まあしてないと思うよ。きっとしてるんだ。和也ができるわけがない。うん、俺もそう思う。おっと、そんなことされてたまるか。そうだね。うん、俺がするんだもん今回。うん、そういう風に。いやこれはすごいな。夏子さんとするのはこの俺様だ。その通りだ仏島よ、その通りだ仏島さん。私をめちゃくちゃにして。おっと、私決めたの。何を。私今日から変わるの。大人の女になりたい。おい仏島さん、私にエッチなことをして。エッチなこと。和也くんがあの女性とエッチなことをしてるんだったら、私だってしちゃうの。女は怖いな。マジで怖いね。ブス島さんだったらきっと私を女にしてくれると思うの。どうするブス島。いや俺に聞くなよ。まあ俺だけどよ、プレイしてんの。これさ、すっげえ悩むんだけど、マジで。はい、ということでですね、マジでちょっと悩んできましたね。今回はちょっとね、夏子さん狙いたいんですよ本当に。確かね、夏子さんとあれなんだよな、夏子さんとくるみちゃんが確か対比の関係だったと思うのよ確か。俺今回は大人狙いますんで、ちょっと今回は指が勝手にとかやりたいんだけど、ごめん今回断るわ。うん、夏子さん狙いでいくわ今回。いやいやいや、苦渋の決断っすね。うん、普段だと俺に任せろってこうね言っちゃうんだけど、今回はもう指が勝手にってやりたいけど、ちょっとやらねえで断るわ今回。うわもったいねえこんなチャンス。うわ断っちゃう。えい、悪いけどそれはできないな。どうよこの男気あふれる判断。あ、結局夏子さん狙ってるからってあるんだけどね。うん、どうして私大人の女性になりたいの。くるみちゃん、今日はどうかしてるぜ。きっと興奮して冷静な判断ができなくなってるんだ。てんてんてんと。今日は家に帰ってぐっすり眠ることだ。そうすればいつものくるみちゃんに戻れる。くるみちゃん、俺が言い通りにした方がいい。てんてんてん。あれ、黙っちゃったよ。くるみちゃん、俺が言い通りにした方がいい。いやこれ難しいな。とりあえずどっか行こう、他の場所。これはなかなか辛いな。他の場所行く。じゃあな、くるみちゃん。うん、わかった。こういうところいい子だな。いや、こんな子、カズヤだろ。あったらぶん殴ってやろう、あいつ。ほんと、腹立ってきた、なんか、カズヤ。誰かいるか？もう一回入ったら。おい、お前、何やってんだよ。うん？ブス島や。よう、ブス島じゃねえよ。あ、ブス島、殴れ。なんだよ、脅かすなよ。おい、実は、くるみのことなんだけどさ。
くるみちゃんがどうかしたのかそこで泣いてたよ今、うん、いやねちょっとひどい言い方をしてしまってちょっと心配してるんだけどさ、ははは、こいつな、くるみのやつブス島のところに来なかったか、いたよ今さっきまで、うん、これはもうこの野郎来たよ、来たぜ、そうかやっぱりな、なん俺もどうかしてるよな、あんなこと言うなんて、なんて言ったんだ、はは、もうお前とは付き合えないってさ、くるみちゃん傷ついたんじゃないか、傷ついて泣いてたぞそこで、うん、多分な、こいつ、ふ、今まで電話がかかってきてもイルスを使ってたけど、うん、これがちゃんと取るようにするさ、俺の方から電話をかけてもいいしな、ああ、悪かったな仏島、変な話をして、うん、今からくるみの家に見ようかな、ちょっと、ああでも手出さないでよかった、もうお前ひどいよ少し、はい、ということでね今回はこんな感じで終わりにしたいかと思います。いやしかしくるみちゃんのあの決断一番きつかったなうん、まあいいや、はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします、ブス島でした。ではでは、あ、ほんと出てくるの全員べっぴんさんだな、ブス島でいいや、こっちはそうべっぴんさんだけどタイプではねえな、女だな性格にはね、あんまりそういうことしたくないんですけど、あ、キーボード勝手にめっちゃドストライクだないいっすね、まあまあまあソフトボールだけにね、あ、下水な主人公、常識では考えられない発言、コンストラクションブス島、あなたが体験するのは明日かもしれない。